はい、続きましてこちら、同じくセリアで110円、ヒノキ焚き付け剤となってますね。乾燥済みの国産ヒノキ剤です。香りが良く着火性が良いです。まあ針葉樹なんでね、着火はいいと思います。で、焚き付け用やフェザースティックとしてということで、メイドインジャパンと、サイズが 10×13×200mm、20本入ってて、重さは総重量で 260g となってますね。ヒノキ焚き付け剤で、材質は国産ヒノキ剤というふうに書かれてます。こんな感じですね。20本、10本でね、20本入ってるという感じで、なんかね、結構しっかりしてるんで、これね、焚き付けに使うのもったいないなと思うぐらいの材じゃないかなと思います。はい、じゃあね、開けてみます。これもまあ普通に、シールになってますので、こういう風に取り出しまして、ちょっと1本だけ出してます。こんな感じですね。まあ個体差があると思うんですけど、だいたいですね、あ、これヒノキのめっちゃいい香りが今してきました。先ほど説明書にもありましたが、この長い方が 13.4mm、 1.3 から 1.4 センチで、こちらの短い方が1センチちょうどで、この長い方ですね、定規で測ると、あ、書いてると20センチちょうどですね。はい、ということなので、まあ、通常の割り箸なんかと比べても、まあ、ほぼ同じ長さということですから、まあ、そういう意味で言うとね、筆入れとかにもね、入る大きさかもしれませんね。ちなみに普通の割り箸の場合ですと、5mm、 このだいたい 5mm5mm の、正方形ではないな、 8mm ぐらいあるか、 5×8 ぐらいのね、正方形になっているので、まあ、こっちはね 1.2、3センチ、4センチぐらいかあるので、まあ3倍ぐらいはある感じですかね。横が2倍ぐらいということで、まあ、かなり太いね、木材になってます。焚き付けに使うのはね、ほんともったいないぐらいいいヒノキのね、香りがする木材じゃないかなと思います。じゃあヒノキ焚き付け剤、こちらの、燃焼テストかな。まあ、火付きがね、どのぐらいいいかということを確認したいぐらいなので、どうだろう、1、2、3、4、5、6、7、8、8本ぐらいかな。はい、これでやってみようかなというふうに思います。で、着火剤はじゃあ分焚きを1本でということにしましょう。こんな感じかな。これ危ない。今日はね、比較的あったかいの で風はね、まあ、そこそこあるんですけどね、まあ炉なので、これでレンガって多少は覆ってるのでね、直接、火が、風がね、煽られるというほどはないですけど、若干向こうから手前、カメラの方に向かってね、少し吹いてるかなっていうぐらいです。まあもうこれ完全に乾燥してますね。もうこの時点ですぐ分かりますけど、なんでね、最初の動画でお伝えした通り、割り箸と比べたらね、どうでしょう、割り箸5本分ぐらい、1本の木が割り箸1本の5倍ぐらいの太さがあるんですけどね。あ、これもう綺麗に、もう火移ってますね。だから分焚きを今1つを2つに割って入れたんですけど、まあもうめちゃめちゃ火付きいいですね。8本あれば、これそうですね、お湯1リットル近く余裕じゃないかなと思いますね。もう完全につきましたね、これね。で、二次燃焼でもないんで、普通の、普
通の、まあ、いわゆる焚き火スタイルですけどね、非常に燃やしやすいです。まあ、井桁に組むまでもなかったかな、これは。そんな感じかな。ヒノキのね、めちゃくちゃいい香りがするんですよ。国産ヒノキ材を使ってて、一本の長さがね、前も言いましたけど20センチ、割り箸とほぼ同じ長さあるんですね。乾燥済みの国産ヒノキ材で、香りが良く着火性が良いですよと。まあ、焚き付け用やフェザースティックに使ってくださいと、まあ、いうことがね、書いてます、説明書にね。はい、素晴らしいね。これは会社は株式会社スバル、大阪の岸和田ですね、という感じなんですが、よくこんなにいっぱいね、セリアで出せるほど、大量にね、作れたなと。その在庫というかね、ロットが確保できたなというのがすごいなと思います。どのセリアでも売ってるわけではないのかな。なんかね、あんまり今まで見なかったんですけど、いつぐらいからあるかは知りませんけど、この間行ったね、新しくできたセリアにはね、これが3つ置いてましたので、もう3つとも買ってきました。こんだけ入っててね、110円なんで、こんなもんあるだけ買った方が得ですね。はい、太いね、ホームセンター売ってるような、キャンプ用品店とかね、キャンプ場で売ってるような、紅葉材とかのね、薪、長さ40センチぐらいあるようなね、一般的だと思います。一束がどうだろう、900円から1000円ちょっとぐらいの間だと思うんですけどね。あちらにいきなり火はつかないのでね、こういう焚き付け材を使ってやったらいいですよっていうことで、まあ、ただ焚き付け材なんでね、まあ、すぐに火がつくんだけどすぐに燃えてしまうということなんで、これが燃えてる間に太い木に火をつければいいですよということではあります。ちょっと太い木入れてみましょうか。もう完全にこれ燃えてね、今燃え始めてどうでしょう、6分ぐらい経過してますけど、もう半分以上燃えてるので、残りはね、もうだんだん弱火になっていくので、ちょっと1本入れます。太いです、これね。これ紅葉材です。紅葉材、いわゆる火がつきにくいというね、火がつきにくいけど、一回火がつくと長々と燃えてくれるよというね、ちょっとこう場違いなとこにね行ってるやつを、少し場所を動かして、こんな感じかな。はい、感じいいですね。この二次燃焼じゃないんでね、やっぱね煙が出ますね。特にこの紅葉材で上からねドバッと入れちゃうとね。まあ、けど気持ちがいいので、ちょっと見ながらいっぱいいきます。いい感じで燃えてますね。いい感じですね。この焚き付け材はね、めちゃめちゃいいと思いますよ。何度も言いますけどね、太さがちょうどいいんですよ。割り箸細すぎるんでね、これで太ければ太いほど火付きが悪いんですけど、この太さはねめちゃめちゃ火がつきやすいので、まあ、特に初心者の方だったら、まあ、こんなんあるとねめちゃくちゃいいと思いますよ。今全部で20本入ってる中の、8本だけ使いましたんで、まあ半分弱を1回の焚き火で使えば、余裕かなという気はします。今日はね割と暖かい方で、気温がね10度以上ありますね。で、風もそんなに吹いてないしということでね、環境的にはね悪くない環境なのでやりやすいんですけど、まあ、環境が悪くてもそんなに困らん気がしますね。ちょっとねカメラの方に火が向かってきて危ないので、ちょっと心なし向こうに寄せますよ。よいしょよいしょよしよし、まあ、紅葉樹はねなかなかね火がつかないのでね、やっぱ紅葉樹なんかにね早く火をつけようと思えば、こういうね横に置くというよりは縦のね筒型の縦型のねウッドストーブで、燃やしてやった方が簡単に火はつくと思います。炎が基本的に上に向かって上がるのでね、立ち上がるのでね、こういう横に平べったいね炭床というか、おどというか、そういうところに置くと、
まあその燃えてるところのね一部しか火がついていかないので若干こう時間かかるし、その時間かかってる間っていうのは少しずつ少しずつね火の温度が上がっていくので、木からその燃焼性のガス、可燃ガスがね少しずつ出るんですけど、まあ、少しずつ出てもねその少しにすぐに着火するわけではないので、それが、燃えないまま煙となってね、外に出て、まあ木材に含まれる、水分なんかと混ざってね白い水蒸気も混ざって白い煙が出るということだと思うんですけど、まあ、そういう意味ではねあのピコグリルみたいなね、やっぱり横にこう薪を並べる場合っていうのはね同じことが言えると思うんですけど、どっちが有利かっていうとやっぱあの縦型のねあの筒状のねストーブあの方がいいでしょうね。ロケットストーブとかねなんかもうすごい、火力でね火がつきますけど、まあけど大体ね炎ついてきましたね。紅葉樹の方にもまあ移ってきたかなという感じです。まだ少しねこんな風に、燃えてないやつがねあるんで、もう少しと待ってみましょうか。もう少し待ってあの8本のね焚き付け材が燃え尽きる頃にはこの紅葉樹の方にも火が移ってるかどうかということでね、まあ見てみようと思います。今着火してから10分は過ぎてますかね、多分10分30秒とかそんな感じじゃないかなと思うんですけど、まあ、ノーカットでね、まあ、そのまま撮ってますので、もしかしたらちょっと後で編集すると思うんですけど、どうでしょうね。うん、今日はこの焚き付け剤のね、その燃えやすさ、利便性というのをね、確認しようということでね、実験をやっております。うん、だいぶん焚き付け剤が、燃えてきましたね。どんな感じかな。まあまだちょっとね燃え残ってるやつがあるので、もう少し待ちましょうか。これあのなんていうの、この金属のねこの皿自体はですね、実はあの鹿番町のねあのバーベキューコンロの、内側に入れるね炭を入れるためのこれステンレスかなのね箱なんです。でそこにこの100均のねちょっと網でね、空気の通りが良くなるように網を敷いて、その上で今燃やしてる感じになります。この鹿番町のですね、ステンレスだと思うんですけど、この入れ物が強くてですねその、バーベキューコンロ本体はねもう全然使ってないんですけどね、あの洗うのが面倒で、前回のね動画で紹介したと思うんですけど、ちょっと面倒なんですよ洗うのがあのキャンドゥのねあの550円のあの薄いね平べったい鉄板状のやつがあまりも便利すぎてねあっちばっかりになっちゃってるんです。ただねこの器自体はねちょうどいい大きさでね便利なので、こんな風にしてね、まあ、たまにねここで焚き火をして焼き鳥を焼いたりするときなんかは、まあ、こんな風なね鉄筋とかを乗せてロストルにしてやって、でその上でね網を置いて焼いたりとか、まあ何でも加熱できるからですね、ダッチオーブンだったり、まあケトルを置いたりしてこの熱源でね料理をするにはねまあちょうどいいんですよね。確かにねこういう横に広いとね、ロストルをいっぱい並べた時にあのたくさんね、鍋クッカー類がねいろいろ置きますから、そういう意味ではね横長のものはメリットがあるんですけど、着火はねしづらいかなというか、どうです、ちょっと見てみようかな。あー火ついてますね。まあついてますね、もうねこんな感じです。まあ焚き火だったらこんな感じですね、通常はねこんな感じでちょうどいいんじゃないですかね。まあちょっと回しちゃったらね、けど温度が下がったので今温度が下がると消えちゃいますね。まあギリギリついてる感じかな。はい、ということで、燃やしやすさは、ちょうどいいんじゃないかなと。8本あれば、割と太めの紅葉樹に火を移すときにもね、可能じゃないかな。まあ割と太めって言ってもね、所詮、まあ、5センチぐらいにね、すでに割ってますけど、買ってきたままじゃなくてね、
まあ、一般的にね、よくナイフでやるような、小さくね、割って細くしてからね、加熱、木にくべるような時の太さじゃないかなと思うんですけど、まあ、それぐらいにしとけばね、この焚き付け剤で十分に着火が可能だし、まあ、全然苦労しない感じですね、とてもいいんじゃないかなと思います。じゃあ続きましてね、縦型のね、あのウッドストーブ、筒状のね、ちょっと有利ですけど燃やすのは、そちらを使って同じように焚き付け剤で着火をしてみようと思います。じゃあ一回ね、ここで切ります。はい、ではね、今度は、縦型のウッドストーブ、まあ、2次燃焼器ですね、こちらでちょっとやってみようかなと思います。本数はね、ちょっと違ってるというのはちょっと気持ち悪いので、本数はちょっと統一して同じく8本ぐらいにして、まあこんな感じかな。まあ二次燃焼型なんでね、っていうかもう縦型なんでね、まあ明らかにさっきよりは有利だと思いますけど、で同じように、分化焚き付けを半分に割った方がいい、割らなくていいと思うんで、このままいきます。縦型なんでね、ちょっと中央あたりに突き刺すようなこんな感じにして、で着火していきます。1分33秒ね。はい、本当はね、着火剤のね下につけてやった方がいいんでしょうけど、まあ細かいこと考えなくてね、楽にできるのがね、この縦型筒状のウッドストーブのいいところ。はい、まあヒノキのねいい香りがしてきますね。この香りを楽しむというねことができるんじゃないですかね、こいつだとですね、ヒノキ材香りを楽しむっていうね、こう一本一本ね、やっぱり木なので節も模様も違ってて本当ね綺麗なんですよね。もったいないよね、これを焚き付け剤に使っちゃうとかね。まさかの見つけたらね、ぜひ買った方がいいですよ。これね、めちゃめちゃ便利です。330円とかねしてもね、全然おかしくないような感じじゃないかなとは思うんですけど。はい、今1分ぐらい経ちましたね。もうね、火がねついてます。もう早いです、さっきよりも。やっぱり明らかに早いです。なのでこの辺で、入れていきましょうか。同じように紅葉剤をね、一つどう入れればいいか分かんない、まあ適当にくべました。はい、早そうですね、かなり。もうちょっとこっち向きの方がいいかな、シンプルに入れた方がいいかな。ちょっと全体になる火がこんな感じかな。この薪をくべるときにね、どういう風にくべればいいかなっていうのがね、まあ、焚き火の面白いところの一つで、なんて言うんでしょうね、まあ空気が通るように、こう上昇気流を妨げないような向きにしつつで、特定の場所だけにね、木が固まっちゃうとお互い空気を取り合ってね、酸素を取り合って酸欠になるので、なるべくこう均等にばらけてやって、で、空気の通りを良くした状態で燃やしてやるということが基本ですよね。明らかにほら、さっきよりも火が強いの分かりますかね。横型のさっきの箱みたいな形で、着火するときと違って、やっぱ一気に燃えてるんでね。今私この火からそうですね、50センチぐらい離れてるかな。でもね、あんま熱いですね。こっちに来る火力が全然違いますね、熱がね。で一気に燃えてるんです。その分多分燃え終わるのも早いのでね、さっきよりも短い時間でね、火も移るし、着火もするし、燃え尽きるのも早いしという感じだと思います。
これね、木がね乾燥してないとこういう端っこね、断面、このコバっていうのかな、この木のね断面からいっぱい水蒸気が出るんですよ。わーっと熱せられて、あの木に含まれるね水蒸気がこう沸騰するような感じでね、この木の導管、水がの通り道から吹き出してきて、あの泡が出てきてね、沸騰してシューってなるんですけど、これ全くならないでしょ。そんだけねよく乾燥してるっていうことです。あの基本的にねこいつはもう乾燥もしてるので優秀です。キャンプ場とかでね買った薪はねよく湿ってることが多いんですよね。あの山から取ってきてね、あのよく乾燥しないまま、そのまま売ったりしてるので、自由に持って行ってくださいみたいなね時々あると思うんですけど、でね意外とこう乾燥してないので火がつかなくて苦労するっていうね、あのキャンプ経験したことがねある人ならねもしかしたらわかるかもしれませんけど、その点ねこちらはそういう感じでもないです。この広葉樹はね確かね、どこで買ったのかな、ワイルドワンかホームセンターか、どっちにしてもねよく乾燥して売ってましたのでね、キャンプ場のに比べるとね確実に燃えてくれます。もうねめちゃめちゃ今暑いですね。これは暑いですね。ちょっとねもう暑すぎるぐらい暑くなってきました。はい、もうほら完全に火ついてますね。そうなんですよ、やっぱね二次燃焼型だからっていうのもあるんでしょうけど、この縦型のね筒状のストーブに入れるっていうのはねもう火付きは早いです。こっちの方が煙も出ないし、まあ、より簡単ですよね。で風がついて吹いてもねやっぱりこう筒状なので、まあ、なんていうの、そのこの筒のね上端上の端っこの、まあ、円になってる円周部分はねあの風が吹きますけど、その筒の内部はね風が通り抜けるわけじゃないので、やっぱりねこう安定してね気温が下がらない。だからねその木からねあの可燃性のガスが安定して出続けるので炎の勢いが弱くはならないっていう形ですね、これね、はい。ちょっとね中見てみるとね見えますかね、スマホが落ちたら怖いんでちょっと控えめにやりますけど、こんな感じでね完全に燃えて今の置き火みたいになってます。最初のやつがね、ということで非常によく燃えました。時間が7分ぐらいかな。さっきよりやっぱ明らかにね早く火がつくし、ちょっとさっきのこの中途半端に燃やしちゃったやつも入れますね。もうね今のうち入れとけばねおそらくよく燃えますので、はい。でこうなったらね合わせてこいつも入れてやるとより、上昇気流が発生するので、後で乗せるとね必ずこうなるんです。みたいなやっぱ最初に乗せとかないとね乗りづらいんです。はい、今煙が出ましたね。煙がねちょっと多分今私がいじっちゃったのでね、中のこう空気の流れが乱れちゃってね、でこう火が出ないところが一瞬あって、そこから発生した可燃性のガスは着火しないまま表に出て煙になっているということです。はい、でまあ、入れとったらねそのうちこのコンロ内部がまたね暖かくなっていくので、暖かくなると熱が、可燃性ガスがねどんどん、十分に出るようになって、そして上昇気流が安定してほら煙が出なくなったでしょ。こんな感じですね。はい、もう煙が出たらねあそこがなんか酸欠なのか、あの温度が低いのかどっちかです。まあ酸素と温度、この2つでねあの燃料さえねあの乾燥してれば、まあ、あとは燃えない理由は酸素か温度なので、どっちかなということで適切に対応してやれば煙を出さない燃やし方にすぐにこう移行することができるということですね。はい、綺麗な炎になってます。まあやっぱ個人的にはねあのピコグリル型のね横に薪をあの寝かせるよりはねこういう縦にね筒状に立てる方が私は好きですね。こうあったかいしね、うーん、まあまああのそれぞれあるんでね、こういうあの縦型のやつのメリットデメリットはね逆にあの40センチの薪買ってきた時にあのそのまま投入できないので、ノコギリで切らないといけないんですよね。縦にはねあのバトニングすれば割れますけど、あの材木ってあの横にはね
切れないので割れないので、その銅管とか歯管とかね、木の繊維が縦に走ってるので、まあ、そういう意味ではね、このデメリットとしては長い木の場合にはノコで切らないといけないね。まあ斧でも割れるのかな、わかんないけどね。ちょっと斧だと大変じゃないですか、縦に割るのはいいけどね。まあ、そういうところはね、やっぱピコグリルみたいなね、あの長い薪でもポーンとそのまま置けるっていう強みはあるんでしょうけどね。まあ私の場合庭キャンパーなんでね、主にこういうサイズがベストなので、おすすめなのはこういう形状のストーブかなという気はします。はい、ちょっと本題からずれちゃいましたけど、ヒノキ焚き付け剤の検証を終わりたいと思います。ちなみにね、ちょっとやらなかったんですけどね、こういう細い、これは割り箸ですね、割り箸。割り箸はね、まあ燃やしやすいんですけどね、本当に一瞬で燃えちゃうのでね、まあ、よっぽどこう、火付きが悪いね、ものに、もう早く火をつけたいときはね、使えるかもしれませんけどね。けど割り箸よりもやっぱり、このぐらいの太さあった方がね、忙しくなくていいと思いますね。忙しいからね、あんまり細いとね、次々ね。もうこれ安定しました。ということで、この辺りで、録画を止めたいと思います。皆さん、お疲れ様でした。